真理の続行を命じます。あーよかったね。でガリデブ夫人の答えは返ってこねえのか、わからねえのか。バンチークス教よ、そなたの考えはいかがですかな。もういいってばワインはさ。核のごとき渋みの強いファース、茶番劇って言ってんな。茶番劇ファースっていうの。グラスに浮かべため息とともに飲み下し、割るのか、投げつける行為か。飲みきれなかった分はただ極煙に投じるのみ。ああの恐れながらバンジークス卿、弁護側からただいま新しい可能性が提示されましたが。可能性か、陪審長よ、低級なるザレ言に言葉もないが、貴公たちはもう一度現場付近の位置関係を確認するべきであろう。現場の位置関係、今度は何だ。窓が開いてたとしてもそこに飛んでこないっていう話かな。事件の起こった現場と被告人の下宿、言うまでもないことだが、その間には大きな馬車通り、ブライヤーロードがある。大家夫婦の部屋から現場までの距離は、そう15ヤードは下るまい。15ヤード、およそ14メートルほどでございます。14メートルですか。思ったよりも随分遠いな。そして貴公たちもさすがに疑問に思っているようだが、その本は倒れた被害者の手の中より発見されているのだ。荒れ狂う主婦が投げた燃え盛る書物が15ヤードの距離を飛び、次の瞬間歩道に倒れ伏した被害者の手の中にすっぽり収まった。それが貴公の最終的な結論だというのか。それはさらにその後を追うようにナイフもまた大通りを飛び越えて被害者の背に刺さっただと、あまりにもひどい夢物語だ。まあ現実的ではないよね。でも可能性だから。くだらぬ娯楽雑誌の探偵小説ですらもう少しマシなストーリーを用意するだろう。うわー、それホームズのこと言ってんのかな。何も言い返せない。あの者ケンジ様とはいえ、言わせておけば勝手なことを。スサトさん、探偵小説をくだらないとは、そのような侮辱許せません。そこでしたか。裁判長様、恐れながら申し上げます。何ですかな、法務助手よ。たとえ検察側にとっては夢物語に見えようとも、弁護側の提示した新しい可能性によって評決は変わりました。したがって本法廷はそれを検証する義務があると存じます。そしてそのためには陪審4号ジョーン・ガリデブ様の尋問が必要でございます。なんですと、陪審員の尋問、前代未聞か。これは静粛に、これはこんなことは前代未聞です。陪審員が告発を受けて証言台に召喚されるなど。うわあ。もういい加減にしろ、投げすぎだよ。その必要はない。バンジークス教、現在我々は事件の目撃者を召喚してその尋問の最中である。そしてもし事件当時弁護側のざれ言の通り
現場の上空を燃え盛る本や凶器のナイフが飛び交ったのならば、彼らはそれらについて語るべきことがあるだろう。ふむ、いかがですかな、証人よ。こいつらの話聞くの？パトリック・オマーリ巡査、報告させていただきます。どうやらやっと目を覚ましたようだな。今まで寝てしまって本当にすみませんでした。何しろ担当ビートに現れた悪寒を追って1ヶ月ほど寝ていなくて、やはり壮絶なのでございますね、ロンドンのおまわり様は。ローラ、苦労をかけたね。でももう大丈夫だよ、また寝るんじゃないの。ああパッド、もう好きになっちゃいそう。よろしい、先ほどの弁護側の要請は却下します。あ、そしてこの証人たちにさらなる証言を命じます。ただいま弁護士によって提示された事件のもう一つの可能性について。はい、何が出てくる、まあ、どうせそんなもん飛び交ってないとしか言わないよね。パッド巡査の報告。お、これ最後だ。ガリデブ夫妻は無関係です。ロンドン警察の巡査として断言します。なぜならばあの部屋の窓は跳ね上げ式だからであります。そもそも妙なものが空を飛んでいたら見落とすはずがありませんの。私は現場を離れたけど、パッドはしっかり現場を守っていましたのよ。現場からは片時も目を離していません。何一つ異常はありませんでした。短っ。なんと跳ね上げ窓ですと。巡査よ、そのような報告は受けていないが。あ、そのすみません、何しろ眠くて。眠いといえば何でも許されると思わぬことだ巡査よ。はい、すみません、何のことですか、跳ね上げ窓というのは。聞こうも。すみませんといえば何でも許されると思わぬことだ日本人よ。まあ確かに進みません。なるほど様、今お調べいたしました。ガリデブ様のお部屋の窓、思い出してくださいませ。跳ね上げ式って何？窓は空気を入れ替えるため開くことができるのでございますが、跳ね上げ窓はこのような開き方になるようです。あ、物を投げたらここにぶつかる。そんなに遠くは飛ばせないってことね。その通り、この窓の最大の特徴はストッパーがついていて、一定の角度より開くことができないのだ。開くことができない。ええ、その通りです。つまり開いた窓に向かって本やナイフを思い切り投げたとしても下に落ちるだけだっていう話か。半開きのガラス窓にカチンと当たってそのまま落ちるだけなんです。そんな窓を知らぬ国から来た気候にもようやく理解できたようだな。いや、バートくらいはあるでしょう。あ、跳ね上げ窓を知らないっていうことか。大通りを越え15ヤードも先まで飛ぶなど最初からありえぬ。少なくともあの窓のガラスを突き破らない限りはな。なんですってねえ、見てパッド、あの日本人たら、なんですってだって。ああ、見たかい、やっつけてやったよローラ。まあ素敵パッド、いい加減にしろ。
なんてことだ。いやでもさ、それ下に落ちていったんだったら、そのなんだ、被害者が手の中に本があるのおかしな話じゃん。でそもそもさ、あの最後に出会った怪しい、なんかよくわかんない格好したやつら、あいつら出てきてないからさ、あいつらのどっちかが犯人だと思うんだよね。ホレイショって言ってたやつ、尋問が始まる前にいきなり可能性を潰されるなんて。それでは弁護士よ、尋問を始めるがよい。さあ生き返って尋問するしかないから。もう、はい、またしても絶対絶命か。何？なんか引き出せんの？もうこれ。パッと巡査の報告。はいはい、まあ一個一個ね、揺さぶっていこう。なぜそこまで断言できるのですか？よくぞ聞いてくれました。その理由はなんとこれだったのです。警察署、それはありがたい巡査の心得が書かれているのです。確か先ほども見せていただきましたね。そうでしたっけ、よく覚えてないな。巡査は帝都市民のために働くべし、それが僕の全てなのです。だからかわいそうな奥様のため、僕は今立ち上がったのです。そう、眠い目をこすって。まあパッド、なんて男らしいの。なに、当然のことさ、ローラ。おう、ローラ、もういい、それはいい。いえ、そういうことではなく、ガリデブ夫妻が無関係だと断言する根拠を聞きたいのですけど。ああ、そっちですか。それならそう言ってもらわないと。それでは聞かせてもらえますか。やれやれだな。ではいよいよ満を持して語り尽くしたいと思います。あのガリデブ夫妻が無関係だというその驚くべき根拠で次になると。ん？でもその前に一つだけ。何？え？東洋の弁護士さんにもぜひ知っておいていただきたいのです。僕たちロンドンの巡査の心意気を東洋への土産話にしてほしい。何？あいにく留学生としてロンドンに来たばかりなのですけど。これ貸しておきますからきっちり読んでみてください。ちょっと変な証拠手に入れたぞ。きっと涙なくしては読めないでしょうとも。わかりました、お借りします。警察署、何書かれてるんだ。さあちょっと待ってよ。どうやって見るんだっけ。違う、突きつけるでしか見れないっけ。どこ行った、あった。ロンドン警察巡査の心得、交番ごとに担当区域ビートを定め、巡査ビート内の平和を守るべし、巡査ビート内を1日20マイル巡回し、帝都市民のために働くべし。次か、なんか変なのは。ロンドン警察巡査服務規定、事件の際は現場となったビートが担当ビートとして捜査を担当すべし、担当ビートの巡査は事件発見の際初動捜査に参加、刑事を補佐すべし。え、どういうこと。事件の際は現場となったビート、担当ビートとして捜査を担当すべし、現場となったビートが担当ビートとして捜査を担当すべし。え、ちょっとわかんないな。揺さぶる、つまり窓はきちんと開くことはできなかったというわけですか。その通りであります。空気を入れ替えるためだけの窓なので、これ以上は開かないのです。つまりたとえ室内で投げたものが窓から飛び出したとしても、ガラスに当たってそのまま下へ落ちる。地図で確認するならば、
はいはい、この辺りが落下地点となるだろう。ふむ、まさに現場とは正反対の場所ですな。跳ね上げ窓のこと先に言っておいてほしかったな。あ、そういえばパットさん、よろしいですか。はい、何でしょうか。あなたはどうして知っていたのですか。ガリデブ氏の部屋の窓が跳ね上げ式だということを。ああ、それは簡単な話ですよ。僕昨日お手伝いをしたんです、この事件の捜査を。うん、なんだ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 。はい、問い詰める。ちょっと、あのローラさん、よろしいでしょうか。ん、何かしら。どうかしましたか、そのとても幸せそうな顔ですけど。